フライヤーの弾く笛の音が優れぬようだが。仕方ありませんわ。惑星ラインにあったもう一つのミーメの弾いていた鉄の笛が鳴りやむ。空間を支配していた時間の小玉が反響しなくなったため、これもすべてアルベリッヒがラインから黄金を盗み出した。しかも奴はその黄金で指輪を作りよった。おかしいよ、ケーキ類が勝手に動いとる。引っ張られている、逆の方向へ引っ張られている。機関室、何があった？わかりません。こちらの動力も制御できず。呼んでいる。ボータンが私たちを呼んでいる。ボータン。災が完成するのももうすぐ。いかなる侵入者もあの要塞には歯が立たん。本に凄まじいまでの力量を持つ建設者ですわ、リーゼンハイムの者どもは。しかし要塞の工事はこのところ遅れがち。なぜだ。ビルだ。ボータン、聞けば惑星ラインの笛の奏者ミーメを呼び寄せているとか。うん、ミーメを問いただし、ついでに指輪を作った愚か者をも処断するのだ。なりませぬ、すぐおやめなさい。ん？なぜだエルダ。ミーメをラインへ戻し笛を奏でさせねば、このワルハラの時間を緩やかにはできぬのだぞ。見るがいい。この手に現れたかすかなシワが見えるはず。わかっていますよ、フリッカ。我らがワルハラがラインの笛の反響を失い、盗まれた黄金で作られた指輪からの共振反響の振動の方が大きく、フライヤの笛の送り出す
緩やかな時間の曲の振動が妨げられていることは。ならば。しかしミーメはもともと私たちの同族ではない。ニーベルハイムのニーベルング族の女、彼女の心はその兄アルベリヒ同様、誰の自由にもならぬ。たとえボータン、偉大な天空の支配者たるあなたにも。そしてもっと厄介なのは、ニーメの守護者となっている人間という種族。人間はもともとは遠くその先祖たちがニーベルング族のアルベリッヒとミーメに感化された種族。ミーメを呼び寄せればその人間も共にここへ来る。人間を侮ってはならぬ。人間は我々とニーベルング族と、そしてリーゼンハイムの巨人族、その全ての能力を兼ね備えた生命体。血迷うたカエルだ。我らがその人間に滅ぼされるとでも言うのか。私はワルハラの預言者エルダ。過去も未来も自分の心の中に映し出すことができる。だからわかる。ニーメとその守護者たち、人間には手を触れぬ方がよいと。しかしミーメからアルベリヒの居所を問いただし、指輪の振動を止めねば我々は終わりだ。宇宙の中心に我々の白骨だけが虚しく漂うことになるのだ。私は忠告した。ミーメとその守護者たちを呼ぶなと。あとは王であるボータン、あなたに任せる。エルダともあろう者が何を恐れているのだ。くそー、どうにもならん。ボータンは僕たちをどこへ連れて行こうとしてるんだ。神々の住む国、ワルハラ。ワルハラ？ハーロック、これを見ろ。なんだ？わからん。アルカディア号の引っ張られていく先にあるとてつもなく巨大な構造物だ。人工の物体か。人工、まあそう言えないこともないが、通常の意味では人工とは少し違う。人間には作れない物体だ。解析できるか。今やってる。これだ。かなり複雑な構造物だな。一種の要塞か城といったところだ。とにかくこのそばへアルカディア号は引き寄せられている。これがミーメの守護者人間とエラの船か。野蛮人の原始的な道具よ。要塞さえ完成すれば何事も心配はなくなるのだが。心配？あの船の者どもへの。ボータン、エルダの言ったことなど気にすることはない。たかが人間、やつらには私たちの姿さえ見ることはできぬ。フリッカ、要塞の完成が遅れていると言ったな。ええ。
リーゼンハイムの大男兄弟マイスター・ファゾルトとファフナーに会ってどうなさるのか。工事を急がせねば。これはこれはボータン様、自らこのようなむさ苦しい場所においでなさるとは。アゾルト、ファフナー、城の進み具合が遅れているようだが。あ、言いつけ通り一生懸命やっているのですが、このところ思うように力が出せませぬ。なぜだ。私は急いでいるのだ。どうした、答えぬか。ワルハラの王ボータン様がお前たちに尋ねているのだぞ。では以前私たちが願い事をした件はどのようになっているのでしょう。願い事？フライヤのことか。はい、フライヤを私たち兄弟に差し使わせてくださると。確かにお約束を。それはこの城が完成した時に考えると言ったはずだ。ではございましたが、フライヤのことを考えるとこの胸がじりじりと熱く燃え、もう城の建設どころではなくなってしまうのです。ボータン様、せめてフライヤの肌に一触れさせてはいただけないでしょうか。建設のための力を奮い起こすためにもぜひ。ならぬ。フライヤーはまだそなたたち兄弟のものと決まったわけではない。ですが。くどいぞマイスター兄弟、ボータンがダメだと言っておるのだ。しかしこのままでは城の完成はおぼつきませんぞ。それでもよろしいのですか、ボータン様。お前たちワルハラの王を脅すのか。めっそうもない。ただ私たち兄弟はフライヤに触れたいだけで。聞けば遠く彼方であのアルベリッヒが大艦隊を率いてワルハラへ攻め入る準備をしているとか。それまでに城が完成しておらねば。ボタン様、触れるだけだな。はい。そうだ、ワルハラを守るための大工事を全うせねば宇宙の中心は消滅する。アルベリッヒ様、兵員、艦艇の必要数、武器の調達、すべて予定通り順調に進行しております。しかし、アルベリッヒ様、このような戦艦をいくら数だけ揃えても力不足なのでは。しかも、ボータンはファゾルトとファフナー兄弟に要塞を作らせているとの情報も入っております。いかなる力でも
打ち破ることかなわぬ重装甲の大要塞だとか。心配するには及ばぬ。この戦艦は指輪の力の補助に過ぎ、今にお前たちにもわかる。揺るぎない真の力とはどんなものか、この指輪が教えてくれる。準備が整い次第、直ちに出発するぞ。はっ。この要塞の中には何がある？無だ。無だけがあって他には何もない。よくできた核シェルターといった方がいいな。副長、どうした？異常空間突入！何？ワルハラよ。ワルハラのエリアに突入したの。気を失ってるだけだ。お前も入るんだ。グズグズするな。固定カプセルだ。そこなら衝撃に耐えられる。ミーメを頼むぞ。ボータン様、人間の船を赤道のそば第七半球に墜落させました。第七半球、フライヤの笛の近くだな。ご心配なく。あれほど強力な重力で引き寄せられたものは、いかなるものでも無事でいられるはずはない。アルカディア号の機能が回復したで。途中止まれ、止まりやがれ。
へえ、なんとか止まった。計器類に異常はない。そっちはどうだ副長。こっちも概ね異常なしですね。当たり前だ、これ式のことでどうにかなるアルカディア号じゃない。うひゃー、これ驚きや。この星大気がありまして、思ったより深い霧だ。これじゃあ肉眼はおろか、レーザーでも次元センサーでも視界は確保できないな。副長、そっちのセンサーには何か反応はあるか。何にもありまへんな。少なくともセンサー上は反応ゼロですわ。分かった、俺と敏郎は辺りの様子を探ってみる。アルカディア号はその場を動くな。了解。ますます霧が深くなってきた。敏郎、危ないと思ったらすぐに引き返せ。はいはい、了解。頼まれても長居したくなるような場所じゃないぜ。こっちは岩場ばかり、これといって何があるわけじゃない。こちらも全く。どうした。何か動くものがいる。気をつけろ、深追いするな。わかってるって。どうしよう、どうした。おい、返事をしろ。どこだここは。まさか植物園。ハロック、ハロック、応答せよ。こちらトチロー。ハロック、くそ、これが通じないとなるとよっぽど深い穴の中か、核壁障害物の中に引きずり込まれたかだ。ほう、これは意外。あの船無事に第七半球に着陸したのね。これが人間という小賢しい下等動物か。ボータン様、ニーベルハイムのアルベリヒの艦隊が出動しました。当ワルハラに向かって進行中。何？映像を送ります。速度63、ワープ工法を使用してもワルハラ到着までは20日かかります。時の彼方で宇宙の果てへ追いやった汚らわしいニーベルング族のアルベリヒメ、指輪の力を頼りにわしに立ち向かうと。フリッカ、マイスター兄弟に城の完成を急がせろ。はい。
アルベリッヒの艦隊がワルハラのエリアに突入してきた。迎え撃つボータンの前衛惑星は指輪の前に苦戦を強いられる。一方俺はワルハラの地下をさまよい、そこでミーメとそっくりのフライヤと出会い、指輪の秘密を打ち明けられた。ハロク、驚くなよ。あの指輪はとんでもない代物だったぜ。